先ほどですね、一部から見てくださっている方はちょっと最後のまほちゃんが紹介してくれたんですけど、ちょっとボーカルだけ変わりまして、ボーと言います。そう、なんか後輩とか年下だとなんかボーさんとかそう、ボーさんみたいな、そう、ボーちゃんで全然大丈夫です時空間セッションなんですが、一部はちょっとおしゃれな夏の曲なんですけど、うん、2部は、まあ、定番の夏って感じですかね。なので皆さん聞きなじみがある曲が多いかなと思いますので、もしよかったら一緒に歌ったりしてください。分かりやすく原曲通りやるやつもあれば、そうですね、いつも通り全くね、アレンジが変えられたり、はいはい、そう、夏の曲で結構選曲もちょっと迷ったんですけど、私、この時空間セッション、私は、2回かな出させてもらってるんですけど、いつも冬なので今回初めて夏に、そうです、出たので、あ、そっか、一緒だよね、そうか、そう、初めて12月の28日のそうバースデーの日に毎回ちょっと贅沢な誕生日を過ごさせてもらってるんですけど、そうなんです、初めて夏なので、ここぞとばかりに夏の曲を選んできました。で、前回は、前回、その前々回は2人で歌ってたんですけど、ちょっと今回は1人っていう形で、いつもね、もう1人、あの、可愛らしい私の先輩が一緒に歌ってくれてたんですけど、今回は1人なので、前はテーマ、一番最初アイドルでそうやったんですけど、そう、夏の曲ってちょっと私世代的に、あの、あややのゲイめっちゃホリデーとか考えたんですけど、ちょっと1人でここでやる勇気ないなと思ってそう、だからちょっと今回は、まあ、大人な選曲にしようかなと思って考えてきました。はい、1993年の曲をちょっと次をやるんですけど、偶然にもさっきやった曲も1993年の曲でした。偶然に。はい。Thank you.
ありがとうございます。時空間セッション、いつも私曲選ぶときなんかテーマを決めて、なんか最初はアイドルとか、まあ、2回目ポップスとか選んだり、あと時空間じゃないんですけど1回あのバブルをテーマにして、そうだったね、そうなんかもう、ね、なんでしたっけ、こういうやつ、バブルのやつ、髪型、そうなんかにボディコン着て、ワンレン、ワンレンボディコンね、そう、その格好をして1回ねライブしましたね、ね、ましたね、はい、もうそうなんです。ボーちゃん何世代なの？ゆとりではないか、あ、ギリゆとりと言われるけど、どうなんだろう、ゆとりじゃないと思いたい。僕らがそのバブル世代っていうのを追い込んだったので、ちょうどね、そのなんか、なんていうかな、結構思い出したね、そういうの、ね、あ、そうですね、その時代をね、うん、そう、私結構の選曲するとなんか曲が古くなっちゃうので、今回もなんかほとんど1曲以外全部90年代の曲でした。そうだよね、その縛りをしたわけじゃないんですけど、やっぱその80年代90年代の曲が自分が好きみたいで、愛子さんも割と新しめかな、今やってるやつ。1999年です。今日じゃあ2000年以降の曲ないのか感じなんだね。1曲だけ。1曲だけですか。1曲だけあるんです。次お届けする曲は、2曲続けてお届けしたいんですけど、これはもう時空間ならではの森様アレンジが加えられております。タイトル言わない方がいいんだよね、これね。言わずにやってみましょう。そうですね。まあ、だいぶあのそう、バラードをちょっとこうスイング調にしたりとか、ロックをドバラードにしたりとか、もうなんか曲の概念がね、覆える感じですね。まあ、そういうの面白いからね、ね、やってみますか。はい、次の曲聴いてください。Thank you.
最高最高、はい、楽しい全くこんなことリハでやってなかったじゃないですかさすがやっぱりあれですよ、ね、リハリハリハリ入っちゃいますね、ね、止める3枚ありがとうございますいつもThank you.
りながらなんかニヤニヤしてきちゃいますね。なんか楽しくなってきちゃう。楽しい。イントロ聞いててね、分かった方いますかね。気づきました。そう、X の曲を普段私は歌わないんですけど、はい、歌わせていただきました。で、はい、残すところあと、ね、早いものね、2曲ですね。2曲になりました。で、時空間セッション今9回目なんですけども、一応こう何回かこうメンバーが変わっていて続いていて、次は10回ですね。10回目が、10回目が実は決まってるんですが、だいぶ先でして、だいぶ先ですね。なんと12月28日と言います。また。また3年目続く3回目の12月28日ということで、ぜひ、さっきもちょっと言いましたけどね、坊ちゃんの誕生日、はい、私がいつも年をそこで取ります、ね、なんか12月なんだろう、24、25がね結構クリスマスみたいな感じで、まあみんな忙しかったりとかするし、でそのすぐ明けた後っていうのもなんだかなっていう感じ、うん、でかといって30、31だともうちょっとね、実家帰ってますとか、ね、すいません。そう、ちょうどその間の28を、そう、ちょうどいい狙ってみました、ね、もしよければもうだいぶ世界多分忘れてると思う、忘れてるかもしれない、まあ、何かの形でね、宣伝させていただきますので、はい、またよかったら、ね、本当に年末の最後盛り上がるっていう感じで、いろんなメンバー出ますので遊びに来てください。ぜひ来てください。そうで、ついでにこれはいいですか、触れずに。そうですね、まあちょっとじゃあ触れていきましょうか。一応まあね、缶バッジ作って、なんか記念にもし持ち帰りたいという人がいましたら、1個100円でそこのカウンターに置いてありますので、いろんな4種類ぐらいかな、赤色、黒色、あと去年の12月にやった、アイボリー、なんだっけ、アイボリーとエボニーのアイボリーの色のやつとか、いろいろありますね。もうね、大変ですね。偶然入れがかぶっちゃいました。そうだよ、ね、どうかしちゃった。今日はみんなメンバー赤色してます。そうですね、はい、赤で、あとこの僕の水玉仕様のやつがあったとか、ね、よかったら声かけてください。はい、あとは、そうですね、あとは皆さん個々で活動してるんですけど、じゃあまず私なんですけど、次に、決まっている一番近いので8月15日に有松の夏祭りかな、イオンの屋上にて、ちょっと別のこと、ギターで、アコースティックな感じで歌わせてもらいます。で、無料なので、もしよかったらお祭りついでに遊びに来てください。で、あとはそうですね、イベントその12月とか、まあ、結構先なので、ツイッターとかに載せるので、もしよかったらツイッター検索してもらって、某でフォローしてもらえると、そこにライブ予定載せますので、ぜひ見に来てください。ただなんか、ボーって検索しても多分全く違う人出てくる。結構意外にいて、出るかなと思ったら意外にボーさんいっぱいいたので、ボーカルの VO で BOW ってやると多分出てくるので、よしよかったらフォローしてください。あと告知は、明日、豊田市のですね、さなげ山のふもとで、里芋掘りがあります、一人で。あ、うちの親父と二人で里芋を掘ります。ライブじゃなくて。なるほど、明日の予定ですね。で、明後日東京の青山っていうことで、忙しい。ライブやって、で帰って、朝帰ってきて、そのまま火曜日の授業になるというですね。どうですか、これ。デモ演奏しなきゃいけないので帰ってきた。デモ演のために、はい、学生の方は笑ってくれる。いいですか。僕、9月の18かなにここで、有松郎さんで、僕と、野武亮っていうドラマーと、坂家康弘っていうギタリストと高畑弘明っていうキーボーディストと、マイキちゃんっていう歌の子でライブします。まあ、なんかこう、何やるのか何も決まってませんけど、まあ、マイキちゃんのオリジナルやるのかもしれないし、まあ、なんか、マイキちゃんが機嫌悪
したらインストになるかもしれないし、まあなんかいろいろ考えてます。でもまあそうアルマジロはいつもやらせてもらってすごい自由に聞かせてもらって本当にありがとうと思います。そうですね。あそこにいるね、サンちゃん、サンヨウジさん。もう僕の実家の隣ですから、実家が隣ですから、ね、畠山さんの隣ですからね、30年ぶりに再会したって、毎回この話してますけど、ね、この間の時空間の時にセッションで、いきなり萩上橋ダレを共演したっていう、共演したんですか、共演した、めちゃくちゃ楽しかったですね、最高。またそんな日が来るといいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、この後もセッションタイムもあるので、皆さんよかったらぜひ自由に演奏したり歌ったりしてください。はい、では次の曲は、森さんが手に持っているものをちょっと使います。はい、もう私はこれが見どころ、一番の見どころなんじゃないかなって思っちゃう。すごい。たまたま家にあったからの。小学校の時やったかなっていう記憶ですかね。ピアニカ。これがこんなおしゃれになりますので、ぜひ楽しみに聴いてください。
迎えてもう一度、はい、歌わさせていただきたいと思います。初めましてって昨日しました。本当に昨日初めてね、あれの感じがまこちゃんは告知は、あ、そう、告知してないなと思って聞いてて、まずは、私はあの去年からあの母とですね、あのそこにいる母、あのマミーって呼んでください。あのマミーとモビールというねバンドデュオで活動してまして、あのだからそれがきっかけで、まああのこちらの世界の方々とあの関わることが増えてきて、あのそれまではあの大学の方でアカペラの活動をずっとしてきたので、あの友達がいません。本当にで結構深刻なので、あのFacebook とかね名前を検索してぜひ友達に、ぜひお友達になってください。バックバンド募集、バックバンド募集ですか。バックバンドも全然あの声かけてもらえると嬉しいかも。ね、いろいろやっていきたいなと思ってますので、はい、仲良くしてもらえると嬉しいです。あのツイッターもやってます。でも多分ツイッターは誰も知らないので、あのいけないと思います。なんかどっかも行けない。じゃあ森さんをフォローします。じゃあ本当に、はい、そこからじゃあ。はい、それと Facebook やってる人はね、はい、あ、そうですね、はい、気軽に、うん、はい、そんな感じでございます。で、その母とやってるデュオの活動がですね、来週の22日土曜日に、有松、うん、一緒なんですけど、有松のです、ね、町屋ライブな感じで、あのお店の中、普通に蕎麦屋さんなんですけど、蕎麦屋さんの中でライブをします。3時からやります。ぜひそれも Facebook などで見ていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。それではね、最後ラスト、そうですね、夏らしく終わりましょうか。はい、ブラジルですね。ブラジル、ポルトガル語なので。あ、ポルトガル語なんだ、うん、何語なんだろうってずっと思ってた。全然わかんない。難しいですよね。難しい、はい、そんな曲です。はい、thank you.
ございました。ありがとうございました。じゃあこの後はですね、もう少ししたら時間が、皆さんお客さんと一緒にセッションさせていただきますので、声をかけたりかけられたりという感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。